イエーイ、ありがとうございます。なんとキボリアス、ちょっと待って、ダメージコントロールでもあり、ダメージコントロールでもあり、カーブキボリアス、なんと何年ぶりですか？何年ぶり？2年？もっと3年？3年半とか？半ぶりに、タッグティームチャンピオンになりましたじゃん。やっぱりこのベルトめっちゃおしゃれじゃないですか？おしゃれ、かわいいよね。なんか金と銀と、まだほら、取り立てほやほやからさ、本当ですよ。KD の。そう、まだプレートがね。刀チャンスのプレートがまだ残ってるっていう、ね、フレッシュ。今日ね、変えてもらえるかな。もう変えてもらおうや。変えてもらいましょう。変えてもらえる。ねえ。どうしようと思うのかな。歌舞伎ウォリアーズ。前はなんかロゴありますよね。あった。でもあのままじゃない多分。ですかね。何アスカさんのマスクのと、海賊帽子みたいな感じだったけど。嬉しいじゃん。いや大変やったな。タフな試合やった。大変すぎでしたね。タフ。あの、お客さんの反応すごくなかったですか？めっちゃ良かったね。あの、なんつうの、うん、撮ってほしい。歌舞伎ウォリアーズに撮ってほしいっていう感じがすごい感じたよね。入場の時からなんか、ね、私たち絵の歓声がすごい大きくって。すごかったです。買ってほしいっていう気持ちがすっごい伝わった。はい。で、アスカさんから始まった時も、レッツゴーアスカちゃんとですよ。会場が、めっちゃ最初から応援されてたんで、すごいやりやすかったですよね。あったかったね。あんな悪いことばっかりしてんのに、こちら。いいの？いいのって感じですね。いいのって感じ。はい。いやー、途中もね、一瞬危なかったですけど。危ないし、大丈夫？あの、なんか、危ないと思いましたけど。まさかね、ダイビングエルボーに足出しされると思ってなかった。大ピンチやったんですけど、やっぱり歌舞伎ウォリアーズ持ってますよ。持ってますね。持ってるなって、本当に思うし、やっぱこう、フィーリングが合う。マジで合いますよね。マジで合う。なんかプライベートでも試合の時もなんか自然体っていうか、そう、な無理しなくていい。そうなんですよ。合わせなくていいし、合わせなくて自然に合うって感じですよね。自然に合うって感じ。うん、いいよね。めっちゃ楽しいんですよね。楽しい。本当に。はい。いやー、でロイヤルランプル待って。はい。カエルちゃんの爪痕もがっつり、まあ、爪痕なのかがっつり残してくれて、本当に申し訳なかったです。おこぼれでいただきましたけど、その爪痕を、いやー、もう本当はね、姉さんと最後の方までね、いや、ほんまにおるつもり気まんまん、まんまんやった。はい、そんな感じで、はい、まあこれからもね、はい、歌舞伎ウォリアーズとして、そしてダメージコントロールとして、はい、活躍していきますんで、はい、よろしく。はい、記録更新ですよね。あ、記録更新なのかしたいですよね。記録更新しよう。最長、うちらから。そうですよね、あれからずっと。どっちにしても、うちらが最長記録保持者やから。はい、はい、破られてないんで。破られてない。はい。しかも、うちらがまた取って、はい、さらに、上乗せしていきましょう。はい。上書きしていきましょう。はい、かえりちゃんの車からお送りいたしました。はい、はい、また撮りましょう。